本の申し出がありますので、これを許します。委員長、畑野君江君。私は日本共産党を代表して、国立大学法人法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。国立大学法人法制定時の審議では、中期目標の作成主体は国立大学法人である旨が政府答弁で明確にされました。しかし、法人化後の16年間、国が提示した方向に沿って策定されてきたのが実態です。しかも政府は2022年度からの第4期中期目標期間に向けて、中期目標に記載すべき内容をあらかじめ大綱で示し、それに基づく中期目標、中期計画を各大学に策定させようとしています。こうした下で、中期計画の教育研究の質の向上と、業務運営の改善及び効率化に、これらの実施状況に関する指標の記載を求めることは、大学が主体的に作成するべき中期目標、中期計画に国の大学改革の意向を押し付け、大学の自主性、自律性、多様性を一層形骸化させることにほかなりません。法案によって学長選考、監察会議及び幹事の権限が強められることで、中期計画に盛り込まれる指標への達成状況が、学長選考監察会議や幹事監査を通じて日常的にチェックされることになります。これは国による大学改革の推進に学長を従わせるための牽制監視機能の強化にほかなりません。この間の政府の施策によって、学長の権限強化が進められてきたことが、学長の専横的な大学運営を助長し、教職員や学生と学長や大学執行部との信頼関係を損なう事態をさまざま生じさせています。教職員高投票、学長の選考解任のプロセスに、教職員の学生の意見を反映させる仕組みなど、学内民主主義システムこそ求められます。指定国立大学法人に対して、経済的リスクが高い大学発ベンチャーへの出資を可能としている点も問題です。経済的リスクが高いこと等から、これまで出資対象とはされなかった大学発ベンチャーへの出資を指定国立大学法人について可能にすることは、大学に高いリスクを負わせるものであり、大学の主たる業務である教育研究活動の安定的運営が損なわれかねません。また、経営効率を高めるための法人統合は、教育機会提供に影響を及ぼしかねません。以上、反対の理由を述べ、討論を終わります。これにて、討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出、国立大学法人法の一部を改正する法律案について採決いたします。法案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よって法案は原案のとおり、可決すべきものと決しました。ただいま決議いたしました本案に対し、青山周平君ほか3名から、自由民主党無所属の会、立憲民主党無所属、公明党および日本維新の会無所属の会の4派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から